最後ののちょっっととつ目のテーマに移っていいいきたいと思いますでこれもちょっとですね<っ>あの、まあ、終わり方っていうことなんですけれども積み立て始めるのは結構皆さんできたっていう方が多いと思うのですがじゃあこれって始めたはいいもののどうやって終わらせたらいいんだろうかっていう、まあ、そういう出口戦略のところもいくつか、はい、ご質問いただいていたかと思いますのでご紹介していきたいと思います。うん、はいこちらでですね現在、まあイデコで イマクシスリム SP500 で積み立て NISA で楽天 v t、まあインデックス系の投資ですねされていてあの、まあ、インデックス系をやってるということなんですけれども、まあ、株のインデックスですねで今まで積み立ててきたアイデコとか積み立て NISA の商品ってこのまま ホールドでいいのかまあ債権への投資は現段階で考えていませんということなんですがでもう一つちょっと同じようなご質問いただいてまして今あの株式の積み立てインデックス、まあ、ブーム、まあ、ちょっとブーム化してますけれどもねあの出口の時にはボラテリティが高くて、まあ、株式一択の状況に迷いもありますということで若い時にこそ まあそうですねリスクは取るべきだと思うんですが定年間際にこう変えていくっていうのも大変なので初めからバランスファンドとかにしておいた方が精神的にも楽なのではないかという、まあ、ちょっと比較的40代とか50代とか少しあ,のあと10年後20年後どうしようかなっていう方からこういったご質問をいくつか頂い,いていたかと思います。はいでこちらのご質問なんですけれどもこちら回答になります。はい、うん 入り口と同じように、はい、出口もコツコツ売却するっていうのが基本的にはうん、うん、いいと思いますね。はい、それは例えば、まあ、あの子どもの大学資金とか、まあ、家買うんだったら住宅購入資金とか、はい、そういう資金が必要になるんだったら、はい、もうその数年前ぐらいから定期的にコツコツとまあ売却をしておくと、はいでまあ、残った分はまた運用を続けておいてうんうん、うん で老後になったら、まあ、毎年資産の4%、5%を、えー、売っていってうん、うん、老後資金に当てていくと出口を一つにしちゃうとうん、うん、そこでそのまた入り口と同じようにここで売るのがいいかあとがいいとかそう,、ね、そういう話になっちゃうのではい、はい、それはそもそもちょっと入り口の方でうん、うん、そういう考えをしないために積み立てをやっていたんだったら、はい、出口もあのコツコツ売却がいいですよねっていう話なので。うんうんはい でまあ、投資信託だったらもうあの定期売却サービスというのがもう結構充実しているのでそれも自動であの売却して、はい、あ,のあまり出口で悩みすぎないようにしましょうというのが自分の考えですねなるほど、まあ、積み立てもタイミング気にせずやってたのと同じように、うん、まあ出口も同じような形でコツコツもうタイミング気にせずやっていくということですね。そううですすねありがとうございます で私の方は、まあ、やっぱり使う時期が近づいてきたらリスクを抑えていくっていうのがまあベターというか、うん、まあセオリーかなとは思いますで、まあ、なぜかというとですねさっきのご質問でも最初からバランスファンドとかにしておいた方がいいんじゃないかっていうところもあったんですけれどもやはりあの最初から低リスクのファンドでずっと積み立てていると。 あまり,こうやっぱり増えない将来のために十分な資産を貯められないという可能性も出てきてしまいますが、まあ、一方で,です、ね、じゃあずっとハイリスク運用を続けていたらいいのかというとやっぱりいざ使う時にものすごく大幅なマイナスの時期に当たってしまったたまたま当たってしまったとかでそこからなかなかもう何年も回復しないとかですねそれこそやっぱりそういう可能性もあると思いますのでやはり使う時期が近づいてきたらリスク管理をしていくということが必要かなとは、うんはい、思っています。 じゃあこれもちょっと私の方は後ほど解説するとしまして、こちらの定期売却サービスですね、うん、ちこちらお願いしますえっとこれは楽天証券さんの実際にあの僕が利用してみたやつなんですけど、はいはい、ありがととうございます、はいまあ、ちょっと試しに売ってみようと思いまして、はい、でも結構簡単ですね、<laughs> すごく簡単で、はい、その毎月とかの頻度で月1000円とかの定額での売却、もしくはその月1%。 とかの定率の売却とかを選択できるので、はい、まあ使い方で迷うことはまずないと思いますね。で、まあ、一般にさ、積み立てにだとかでも利用できると。まあ、なので、一度これ設定しておいて、あとはもう自動で売ってくれるので、現金があの徐々に増えていくと、はいうん、これをうまく活用すれば、手間もかからなくていいかと思います。 本当そうなんですよね、はい、自分で売るってその取引をしようと思ってやっぱりタイミングが気になりだしてしまうっていうのがあると思うでうんでなんでもう自動的に何のこう感情も介さずにですね、うん、できるっていうところは確かにすごくいいところかなと思いいます、うん、はいはい、ありがとうございます。 でちょっと私の方なんですけれども、さっきの、まあ、ご質問にもあったように、ですね初めからリスクを抑えた運用をしていた方がまが安心なんじゃないかというところあったんですけれども、まあ、先ほどお伝えしましたように、最初から低リスクのファンドで積み立てていると、この今、左のグラフ出しておりますけれども、これ、株でずっと積み立てていた場合というのと、あの世界債券で積み立てていた場合、うん、であのグレーの線が元本になるんですけれども、まあ、もちろん債券で下落はほとんど。 こう見るとないんですが、まあ、当然然やっぱり全然増えなないいっていうことになりますで米国株式ですと、まあ、長年3万円ずつ例えば積み立てていると、まあ、やっぱり目標今老後資産2,000万円ぐらい目標にされている方多いかもしれないですが18年ぐらいでですねちゃんと2,650万円、うん、あの到達していたという結果になってますのでやっぱり貯めたい金額っていうのがある程度決まっている。 あの長期的に決まっている場合はちゃんとしっかりリスクを取ってですねリターンを得ながら資産を増やしていくっていうことが重要になるかなと思うんですがただ一方でそれをずっと続けていくともしかしたらこんなことになるかもしれないっていうのをちょっと出してみているんですがもしですねそのハイリスク株式ファンド一択のままですね運用を続けてもし仮にまたリーマンク級の下落が来てしまったらっていうシミュレーションなんですけれどもこの方ですね あの18年積み立てて2650万円まで資産が増えましたでそのまま株式ファンドです運用を継続してたとしますとその後もし仮にリーマンショック級の下落が来てしまったらこれ一時期3000万円ぐらいあ老後資産こんなに増やせたらよかったなということになると思うんですがその後ですね突如これが1500万円ぐらいになっちゃうんですね。これもう もしね、いやこれ結構 <laughs> 本当精神的にもかなりきついと思うんですねでも実際多分リーマンの時期って割とその前に退職金例えば運用に回して直後にもう本当大きな下落経験されたっていう方実際にいらっしゃると思うんですけれどもうまあそういったことが株式ファンド一択だとやっぱりあの全然起こりうるっていうことなんですね。でですのでやはりりしっっかりその貯めたた資産を今度使う時期になったら 守っていくリスクを抑えて、うん、まあ下落を防いでいくっていうことが必要になってくるかなと思います。うん、でちょっとこんなものを作ってみたんですけれども目標に向けたじゃあどういうふうにリスクを抑えていったらいいのかこれもちょっと難しいと思うんですが。あの まあ簡単に考えますと今株式ファンド一択でされていると思うんですが安定資産であるやっぱり債券とか取り入れていくのが簡単かなと思いますその逆相感にありますので下落を抑える効果が得られていきますのでそれも一気に買うとやっぱりタイミングリスクあの受けてしまうので徐々に債券の比率を高めていくっていうのがいいかなというふうに思ってるんですね。これはグラフ出出ししててますのが下にいいる赤い 箱があると思うんですけれどもこれ例えば2021年に資産を使いたいってなった時にその7年前ぐらいから10%ずつ債券を積み増していってるんですね。で株式の比率を下げていっているっていうのを毎年10%ずつ債券に振り返っていった場合なんですけれどもこうするとやっぱり最後の方ですねかなり値動きが安定してきているっていうのが見えると思います。も、まあ、もちろんんそそのののののの分分株のここの赤いい線でですすねリターンっってて得られれななくはなっていくはけれどもその分この ギザギザとしたですねあの、うん、コロナのショックの時の下落もかなり抑えられてますしそういったこう精神的なこう負担っていうのはかなり減らせるのかなというふうには思っています。うんはい、なんでこれも、まあ、やっぱりタイミングを気にせず毎年必ずこの時期に10%こう変えていくっていう、まあ、そういうタイミングを決めるっていうのも重要かなというふうに思っております。うん、はい そうですね。まあその出口が近づくにつれてリスクをねやっぱり下げるっていうのはすごく王道的な考えだと思うので、そうですね、うん。そうですね。それをまあ現金で持つか、まあ債券で安定っていうかとか、そういう話だと思いますね。おっしゃる通りです。はい、うん、ありがとうございます。で実はこれちょっとご紹介なんですけれども、そういうただ自分で管理して 売っていくとかですね債券を買っていくとかってちょっと大変だなっていう方もいらっしゃると思うので、まあ、今こういったですね自動でリスク低減を行ってくれるファンドとかもあります、うん、結構これ DC とか iDeCo とかの中では割とメジャーなカテゴリーというかターゲットイヤーファンドとかターゲットデートファンドって言われるカテゴリーのファンドなんですけれども、うん、これファンドの中でですね徐々に債券を増やしていくとかそういう調整をやって あの勝手にやってくれるんですねですので自分でその売り買いをする必要がないので税金がが発生しないいいととところが結構大きいと思いますファンドの中であの振り替えをやっていくので自分だとその都度その都度課税されるまあ積み立て NISA とか以外でやってたら課税されることになると思うんですけれども、まあ、そこもメリットかなと思うので、まあ、ちょっとこういうあんまり もしかするとあの DC とかされてない方には馴染みがないカテゴリーかもしれないんですけれども、ちょっと新たな選択肢っていう意味で、ちょっとご紹介で追加をさせていただきました、うんうん、そうですね、はい、ターゲットイヤーファンドの,その商品の特性自体はあの理にかなってて、その自動で、ね、リスク低減してくれるっていうのはいいと思うので、それをその自分で手間をかけてやっていくのか、あるいはまた小コストがかかったりしても、うんうん ターーゲットイヤーファンドを選ぶのかなどをまあ選択肢で考えるのがいいかもしれないですね。そうですね、うんはい、なのでまあその自動売却サービスでコツコツ現金化していくっていうのもありですし自分でちょっとリスク低減のポートフォリオに変えていくあとはこういう商品をもう活用してしまう、まあ、そういったあの出口戦略としては方法があるかなと思いますので、うん、いくつかはいご参考になりましたらあの幸いでございます。うんうん、はい